蒙古が我が師匠を捕らえてコトゥンハーンのために鎧をあつらえさせたのです。島を踏みにじるだけではなく技術まで盗もうというのか。師匠は鎧を作り終えると隙を見て逃げました。ハーンの鎧を持って。その行き先は。二つの部位をそれぞれ違う村に隠したと本人から聞いております。他の部位は。もうこの手中に。隠し終える前に見つかったのか。師匠は残りの在りかを白状することを拒み殺されてしまいました。鎧を全て見つけ師匠の仇を討とう。あなた様が来てくだされば師匠も浮かばれます。鎧を揃えていただければお体に合うよう私が直しましょう。近江から上野岳の砦に続く古道があるんだ。だけど蒙古に陣取られてる。チラスにも味方が欲しいね。佐護山に狩人の集団がいる。頭は武志。友なのか。違う。だけど手を貸してくれる。弓の腕はかなりのもんだよ。一人で会ってきて。私は志村の城を抜けて近江に行ってくる。皆と共に南を攻めろ。俺は狩人を連れ北から攻め入ろう。うまくいくかな。ああ。抜かるでないぞ。あんたも。よし。チュータロー。君はさ。誰か助けて。蒙古は志村様のお城を乗っ取ったからあんな目に遭うのです。
かわいそうに、なぜお前が殺された。何があった？わしの二人の息子が荷車を燃やした罰として、蒙古はこのわしにどちらを殺すか選ばせたんです。気の毒に。もう一人の息子はさらわれました。荷車を焼くなんてことを考えたのはその中太のはず。生きておるはずだ。どっちへ行った？橋の向こうへ。家に続いておる。待たせてしまったな。はあ、よかった。父親がお前を守ったと聞いたぞ。俺を？蒙古はどちらを生かすか迫り、父さんは迷わず源太を選んだんです。源太が殺されると分かると、俺を連れて行けと泣いて頼み、もう会えません。俺が源太を巻き込んでしまったのが元凶なんですから。父親には何と伝える？俺はすでに死んでいたと。
父親がおらぬ。何か手がかりはあるだろうか。罪に耐えきれず命を絶ったのか。仲の良い家族だったであろうに。そこのお方、温まってってくれ。お主、たけしか。名前もご存知か。酒井仁、ユナの友だ。あいつの？生きてんのか。大見への道が固められた。俺一人では道を開けん。手を貸してほしい。どうしたもんかね。狩りの名手だと聞いたぞ。この地の狩人の頭だそうだな。ユナがそう言ったのか。戦に慣れておるともな。違うのか。慣れてはいる。だが訳もなく命を懸けられないな。この冬は寒くなる。山の中で凍えながら過ごすより、
砦で暮らしたいだろう。春までいていいなら乗った。決まりだな。獅子を狩るのとは訳が違う。まずは様子を探る。できない。人を殺すなんて。猛虎の射手が門を守り、絶え間なく騎兵が往来してる。我らが北から攻めれば、ユナたちが南から乗り込む手はずだ。ユナも一緒か？なるほど。砦は崖際にあるな。登って入れそうだ。砦に材木を送る木こりの宿営だな。猛虎が現れたからはもぬけの殻だ。崖登りの腕は？増えてではない。鳥兜を使ったらしい。ですね、もう安全だ。どうぞこちらをお受け取りください。
残りの宿営に向かおう。三階様、こっちだ。ようやくここまで登れたぞ。だがノロノロしてると猛虎に蹴取られそうだ。そこから離れろ。すぐに行く。ユナのやつ、変わった友ができた。策を練るぞ。ここから砦の中が見える。屋根の上から場をかき乱せるわ。ユナが言いそうだ。いろいろと教わった。山際から砦を見渡せそうだな。敵も狙い撃てる。あそこにいての多くを置こう。お前ら続け。他の者は崖へ向かえ。俺に気づいた敵を仕留めてくれ。よし、分かった。気をつけろ。女のケダモノがすることだ。それが猛虎だ。キコリは抗ったのだろうな。一人残らず殺してやろう。騎兵が来るぞ。ここなら挟み撃ちにできる。隠れろ。聞こえただろ。散れ。合図したら矢を射ろ。志村様が援兵を募り軍を作ったと聞いた。なぜあんたが率いない。道を開くよう任されたのだ。手下を一人もつけてもらえなかったのか。お主がおると伝えた。お許しになるとはな。
南門から聞こえた。様子を見てみよう。ユナ、まさかあいつが。向こうに行かねば。橋の様子を見るぞ。闇門に集められてる。今しかないぞ。橋を抜けられたとしても日槍の良い的になるな。鍵縄とやらで橋を下から渡って日槍を奪えないか。木にかければ向こう側に渡れる。登れそうな崖もあるな。見つかったら俺らが射抜いてやる。足を攻めようが攻めまいが危うきことに変わりはない。俺らは式に従うよ。では備えておけ。槍川の戦士も一緒だ。やっと分かった。あんたクロードか。だが山よりは大きいと聞いたぞ。今は戦え。どれだけ待たせるのさ。こっち来ないで見つかっちゃう。ケンジ隠れていろ。なぜ門を開けるまで待たなかった。まさか様の判断よ。おのおの方、怪我は？少しもないわ。まあ今のところはな。無事です、酒井様。こんなに寒いだなんて聞いてませんよ。いずれ慣れるさ。
城郭に迎えるよう武具を整えておけ。お主、たけしと何があった？ずっと前のことさ。あやつら、ただの狩人ではなかろう。そうとも言うかもね。砦で道を守るよう頼んだが、ようやく猛虎から逃れた民を襲うような賊であっては困る。悪さをすれば私が許さない。たけしはお主に会いたがっておったぞ。もう会った。早く立とう。では城郭へ向かおう。そこで最後の策を練る。やっとハーンを殺せるんだね。お邪魔でしたか。構わぬ。お祈りを。我が先祖にな。これからする所業の許しを請うておった。ご先祖は何と？声が聞こえぬ。ご先祖にはできぬお務めゆえ、あえて黙っておいでなのでしょう。姉の居所が分かった。菊池家の古い砦だ。ご出立を。もう甲を切らしてしまったからな。祈りをあげられぬ。菊池の館はこっちだ。よく見つかりましたね。姉は池田殿の家に入ってね、菊池家の老頭であった。近くの山のふもとに親方が。姉はいつも自分の館を欲しがっておったね。菊池家も駒田で滅んでおります。姉は館を乗っ取ろうと企んでおるのだろう。足立家を奪い損ねましたから。話によると、ある一族が京を構えたらしい。家紋はあの文のものと同じ。姉君か。今は館を流民の仮住まいにしておるそうだ。故郷を失う辛さがわかると申して。まことでしょうか。突き止めてやろう。姉君が故郷を失ったとは。結婚して家を出たに過ぎん。池田殿は老頭では。ああ。なぜ妹のあなたが武家に嫁ぐことになられた？幼き頃、賊に押し入られたことがあってな。私は太刀を手に取り、姉は隠れた。賊どもを片付けた後、足立殿率いる侍衆がやっと駆けつけてきたのだ。姉は一目で足立殿を気に入ったようだが、見初められたのは私の方。嫉妬の末に裏切りに行き着いたのか。昇進を癒してやりたくて、池田殿との結婚を後押しし、姉は北へ嫁いだ。
池田殿とはお知り合いでしたか。前妻に先立たれたが、優しき男と評判であった。優しさなどいくらでも取り繕えます。何を申したい。なぜ姉君は今になって復讐を企てたのかわからないのです。これだけ分かっておればよい。姉は我が一族を殺し、今日その報いを受ける。姉君が裏切る兆しは。近しい間ではなかったが、お互いを思い合っておった。公の場でも姉を見かければ挨拶を交わしていたぞ。まさかこれほど憎まれておるとも知らずにな。あの日は親方にいらっしゃったのですね。朝から館に来て菰田からの知らせを待っておった。夫の安否に気をもみながらな。あの時初めて姉と分かり合えた気がした。私の孫のために土産を持ってきて懐かれていたのに、最後を見届けに来たとも知らず、まんまと迎え入れてしまった。足立家の嫁子らは賊と戦ったようですが。戦ったのは私と嫁らで、姉は孫と馬屋に逃げた。その後姉らしきムクロを見つけた。誰の顔かわからぬほどに潰されておったが、金色の帯で姉だと思い一族の墓に埋めたのだ。あなたが生き残ったことを知り、偽のムクロを作った知恵者です。私を生かしたこと悔やませてやる。もう着くぞ。馬を降りろ。ここからは歩く。万兵がおるな。ご用心を。流民ばかりの場所ならば何があってもおかしくありません。花はどこにおる。バタコが来た。殺せ。切り捨てろ。この下道め。門を開けるぞ。急がねば新手が来ます。神をかくまっておった。あれはただの隠れ蓑さ。姉上、姿を見せろ。おせえ。どこにおる。援軍です。人殺しに使えるのか。出てこい臆病者。道場まで押し通れ。次から次へと。どうでもいい、皆殺しだ。まだ来るか。さっさと殺して終わらせるぞ。クロードだ。近くまでいるぞ。じきにわかる。お願い、殺さないで。花はどこだ。山の上の館です。妹が会いに来たと伝えろ。こっちに来い。
先を急ぐぞ。姉君を何といたす。やられたことをやり返す。ご家族であっても。私の家族は死んだ。あれはただの人殺しだ。姉上、さあ出てこい。来たか、政子。姉上だと騙し、私に誰を埋めさせた。猛虎に殺された百姓の女だ。泣いてやったか。よくも全てを奪ってくれたな。息子の嫁に孫だけ。それのどこが全てだ。足立の死は猛虎に奪われ、お前も殺し損ねた。だがやっと本当に全てを奪える。殺せ。ここは食い止めましょう。助かる。おい、首を落とせ。よくも息子の嫁を、幼い孫を、一族を殺してくれたな。お前の所業に比べれば安いものよ。私が何をした。奪ったではないか。館から追い出し、心を寄せる男をさらい、飲んだくれを押しつけ身も凍る地へ送ったのはお前だ。永劫に続く苦しみを受けてもなお、この生き地獄はお前には分かるまい。お前が押し付けた地獄だぞ。いずれも私の咎ではない。何を言う。知らぬふりをしておったくせに。殺しに来たのだろう。切りたければ切れ。苦しみが終わるのならば本望だ。始末をつけるのは私ではない、己自身だ。お前も地獄を味わえ。皆を痛む代わりに笑い合って過ごした日々を心に浮かべようと努めた。見えるのは姉の顔、それだけだ。これが生き地獄なのか。いえ、敵を討ったではありませんか。ご一族のため、その命を懸けて。もう安らぎを求める時です。この道は安らぎには通じぬ。ではどこへ。どこであろうな。このまま歩みを進めればわかるであろう。それは修羅の道です。もう遅い。だがお前が呼ぶなら手を貸すぞ。
坂井、話がある。昨日はどこ行ってた？気持ちを入れ替えられるところ。ここで起こってることを忘れられる。